皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月の29日、16時49分、以前別の動画で、コメントをしておいたと思うんですけども、4月6日に、お亡くなりになったと、報じられている、藤岡浩太騎手でしょうか。フルネームの読み方がちょっとわからないんですけど、藤岡さんという方らしいんですが、報道の仕方が、その以前のものを放送されたりとかしてますので、その本当に、今年のものなのかな、どうかなという部分があります、正直。で、4月のその、土曜日か日曜日、上旬の日の、その、6日はその落馬されて数日経過して、お亡くなりになられた日であって、テレビの報道で、見ますと、その数日前のその土日のレースで落馬されたと。で、動画を見たところ、その後ろ、その落馬した後、後ろから走ってきた馬に、踏まれていると。大変危険な状況をがあったと。で、その一月前、3月下旬にも落馬事故があったと、そういう記事も見かけました。で、その近辺なんですけども、起こっていません、私は。全く。ですので、その、例えば、これなかなかこちらも言い出しづらいところあるんですけども、その、私一人に負担がかかりすぎてるものですから、そのみんなでしますと、スポーツの勝ち負け、同時刻に多数の、スポーツが同時に開催されてますから、それを言った時に、誰かが怒ってしまったがゆえにそうなってる可能性があるんですよね。僕が外から絡んでくる連中とかで、その挑発行為とかでね、怒ってしまった場合に、その武豊さんとか福永祐一騎手が、もうほぼ100発100中で落馬してるんです。で、全く無傷の時もあれば、武豊さんも骨折されたことがありますし、福永祐一騎手も骨折したことがあります。だから、もう、その仕組みを知った時にね、こちらも、気が気ではなくなる部分がありまして、福永祐一騎手は僕と同い年で、多分、僕は20歳ぐらいの頃フルスラーパークに会いに来て話してると思うんですよ。で、一緒に仕事したかもしれません。で、その嫁さんの方が、松尾さんっていうアナウンサーの人だったと思うんです。名前、間違えてたら申し訳ないんですけども、とにもかくにも、武豊さんは歴代、その、勝利数が、歴代1位であると。で、片や、福永祐一騎手は海外の G1 のレースを日本人騎手として一番たくさん勝ってたんですよ。僕と同い年という部分、僕と一緒に会ってとか、そういう部分とかあったとは思うんですけども、その、その落馬の件があって、そのまだ外から絡んでくる連中とかもいましたから、今から数年前に、メッセージを送りまして、その、もうこういう仕組みになってるから、これもう何かあるから、もう早めに騎手辞めて、調教師だとか、そういった方向に進んだ方がいいと、そういうことを、進めました。で、彼は、調教師の方に住んだと思うんですけども、それでもフルネームは、福永浩二ですか。もしかしたらご兄弟がいらっしゃって、福永浩二という弟さんがいらっしゃるのか、そのレクサスの車なんですけども、そのスタッドレスのね、タイヤの積み込み、積み下ろしの保管場所の、その、
仕事を昨年していた時に、大阪府の方で、福永浩二という、まあ、ラベルを見かけたんで、もしかしたらそうかなと思ったんですよ。まあ、レクサス乗れる人なんかなかなかいませんので、一瞬そうかなとは思ったんですけども、まあ、本当は本名が福永、まあけど普通に考えたら弟さんの方ですかね。福永祐一、福永浩二。騎手の方で福永浩二っていう名前見かけたことがあったと思うんですよ。まあ、それもちょっといろいろ調べてみたいなとは思うんですけど、まあ、とにもかくにも3月下旬にしろ、4月にしろ、起こってないですね。その、今年入ってから1回起こったのが、能登半島の地震の件に関してですね。で、まあ、その件についてはその動画は削除したんですけども、まあ、この国の上層部の方たちに対して、はっきりと本音で、言いました。で、まあ、その能登半島の地震に関しても2023年に発生したものなのか、それともまた今年発生したものなのか、地震はその、例えば阪神・淡路大震災の後も2011年以降に淡路島で震度6の地震があったんですよ。大きな被害が出なかったんですけども、揺れてる秒間が短かったんです。ただまあ、こちらの方まで揺れが届きましたんで、まあ、塀が倒れてとかはあったんですけども、淡路島で。だからまあ、戦争のフェイクニュースとかも流れてるし、海外のその災害ニュースに関しても、まあ、以前のものが混ざり込んでいます。で、そういったものを平気で放送されているので、もう情報がめちゃくちゃになっています。だから、まあ、能登半島に一度ゴールデンウィーク明けにでも、行ってみようかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと話を競馬界の方に戻しますが、まあ、状況的にも、まあ、そういうことですので、まあ皆さんお気をつけいただきたいのと、まあ事実関係が知りたいので、その、藤岡浩太さんっていう方が、その現役の、実際この間まで、本当に、騎手をされていた方なのか、以前の、数年前だとか、昔の方のニュースなのか、まあ、昔といっても多分、ここ10年以内だとは思うんです。だから、まあ、それか、その、ものすごい大怪我を負われて、その、騎手として、もう、再起不能になられただとか、一命は取り留めていたとしても、まあ、いろんなケースが考えられますので、まあ、その辺の、本当の話をお伺いしたいなとは思っています。まあ、その葬儀の時の、その武豊さんなど、他の方たちが本当に、涙を流されてるところを見ると、多分本当にお亡くなりになられた方なんじゃないかなとは思います。ですので、まあ、競馬界の方へのメッセージとして、表記はしておきますけども、まあ、これはスポーツ界全体へのメッセージという形にも、なるかなとは思います。だからこれね、いろんなスポーツの勝ち負けで、結局僕が軸になって関わってるわけじゃないですか。っていうことは、その、どこのスポーツ選手が起こったことが原因で、また、一日一日で区切ってみて、まあ、特に競馬なんか土日じゃないですか。で、その時間帯に、起こってる人だとか、そういったところまで限定していくと、誰が起こったのかっていうところを、まあ4月の上旬に落馬されたわけじゃないですか。土日でしょっていうことは、プロ野球で言うと、まあ日中の試合、サッカーも日中の試合ですよね。もうその時期は。大体土日で言うと、土日祝日。だからその日誰が起こっていたかっていうところを、もう、これ正直に、その僕もね、自分が外からね、挑発行為いろいろ言ってくる連中とか、さざ波に、日々会ってるんですけども、そういった中で、自分の怒りをこらえることができなくて、ただしこれは法律で、民法で720条で、正当防衛とかありますから、
ある程度相手に対しても怒っていいときは怒っていいはずなんです。そうじゃなかったら防衛できないですから。いつまでも相手は調子乗って喧嘩売りに来るでしょう。そしたらやっぱりずっと妨害行為を受けてますから、これでもしまあ、今までの結果見ていただいたら分かると思いますけども、海外の G1 化し始めたのも、淡井圭介あってからの、ことの出来事であって、で、まあ、それはもともと1997年、8年神戸市立ホテルフルーツラーパークでの話、そういったところが軸になっているのでありまして、それはもう、サッカー界だけじゃなくて、ボクシング界とかも同じでしたし、ただね、まあ、総合格闘技のライジンに関しては、その、いかわし、刑法175条に、抵触する、わいせつなものを分布させる広告が一緒についてきたりしてますんで、ね、e ファイトっていう記事に関して。だまあ、その辺のところでちょっとライジンさんとは距離を置こうかなとは思っています。ただし、今までの買った分に関しては請求かけますよ。それプラス、なぜ、こんな広告をつけてるんだと。で、本当のところの、利益はあるのかどうかと。そういうところは、きっちりと精査させていただきたいなと思います。まあ、それはもう、日本人の人の人口、これは競馬界の人たちも覚えておいていただきたいんですけども、4000万人、いらっしゃるかどうかです。今の国境内ですよ。もともと1億2000万人っていう数字は、朝鮮半島、つまり北朝鮮と韓国と台湾を併合していて、満州国という形で、中国の、北部の方の一部の、領土を、日本の、国土として、物事を見ていた時期の数なんです。だからもともと日本の現在の国境内に1億人もいないんです、もともと。で、少子化が進んでいますから、この例えで言うと分かりやすいと思うんですけども、高校球児の方たち、春の今年の選抜、まあ、昨年の秋から、地方大会が開かれて、その後明治神宮大会とかがあって、一度日本一は決まってるんですけども、その成績に応じて春の選抜高校、甲子園出場校が、まあ、選抜されるんです。選ばれるということなんです。で、その高校の参加数なんですけども、約大体3800校だったんですよ。じゃあ、人口が4000万人だったとして、単純計算でいくと、まあ、100歳までは、まずは生きないとしても、まあ、計算しやすく、1歳から100歳までとしましょう。じゃあ、高校1年生から3年生までの層が、途中で動画の、途切れたんですけども、再開します。1歳の層が40万人だったとしたら、1年生から3年生までで120万人いるわけじゃないですか。で、100歳まで、まず生きることはありません。これは老人ホームで働いていたときに、近隣のところとかにも、聞いてもらって、100歳まで生きた人なんか見たことないってみんな言うんですよ。これが現実なんです。で、っていうことは、まあ、少子化がずっと進んでいるとして、まあ、120万人だったとしたとして、そこから、エントリーしている。まあ、もう、高校、ちょっと、録画の容量が足りてませんでしたので、もう一度再開します。で、先ほどの話ですけども、一つの学年が、まあ、40万人だったとして、まあ、1年生から3年生までの高校生の人が120万人いたとして、ですよ。で、参加校が、3800高校ぐらいかと。まあ、野球部のある高校とない高校がもちろんあります。で、高校の数自体が6000校あるかどうか。令和4年の、ウィキペディアの発表では、高校の数が大体約、まあ、6000ちょっとなんですけども、その解体してる建物とかもありまして、解体中の建物。まあ、私が使用している神戸電鉄からも見えていた神戸市北区の、兵庫商業、もともと女子校だったんですかね、そういったところもだいぶ前から建物解体されてるんですよ。だいぶ前からその秋高校になっていて、だからそういう部分でそのまあ本当に4000万人いるかどうかも怪しいっていうところなんですよ、実際のところ。この国。で、その、プロ野球業界とかサッカー界とかが、まあ試合を行って、じゃあ、
その、まあ、順位にもよるとは思いますけども、その球場が全部が全部埋まるかっていうと、サッカーも含めてですよ。じゃあ、それはやっぱりありえないっていう答えになってくるんですよ。あと、そこに、まあ、バドミントン、バレー、バスケットボール、他にもラグビーとかいろいろあります。卓球だとか。で、他にも水泳、陸上。じゃあ全部全部埋まるかって、もう最初から無理なんです。で、世界中どこの国も少子化なんですよ。世界国勢の人口が増えていってるデータ、あれに関しては、その第二次世界大戦とか、日本が敗戦した後も、その戦争されてた国っていうのは、まあ、朝鮮半島もそうでしたけども、台湾もそうでした。ベトナムの方もそう。アフガニスタンもそう。まあ、アフリカの方でもそういうふうな国があったと思います。で、そういった国からの死亡届は回ってきていない。特に日本の場合だと、その二重国籍、三重国籍状態になってる、北朝鮮の人たちとか、韓国の人たちとか、もともと日本と一つの国でしたから、台湾と。あと、満州国、まあ、そのあたりは完全に武力使って、日本が領土を進出してしまった方ですから、中国の方たちには私はすいませんでしたと、しっかりと自分の意見として言っています。日本は悪いと思っていますと。で、その人たちのね、その死亡届とかが回ってきてこないことによって、その100歳以上の人たちがね、結構いらっしゃったりだとか、90歳以上の人たちとか、まあ、そういうような形になってしまっているっていうのが、これは世の中の現状であって、もしかしたらその一体の全ての人口で、その年齢層なのかもしれないです。人たちが生きてるかもしれない。だから日本、だからこれは世界中のその人口に関しても、統計自体がおかしいのは絶対おかしいです。二重国籍の話は、これも一斉、テレビの一斉放送でしてもらいました。で、まあ、処遇原理的にも海外とかに、まあ、JICA もそうですけども、まあ、海外に、行かれて、現地の人と結婚したりだとか、まあ、日本、野球の日本代表で言うと、ワールドベースボールクラシックに去年、ヌートバーという選手の人がいらっしゃいましたけども、まあ、日本語をほぼ喋れない方だったじゃないですか。まあ、多分、日本のその米軍基地にいた、その軍人さんと日本人のその母親、まあ、日本人の女性と、男性が結婚して、で、生まれたお子さんだと思うんですね。で、まあ、アメリカ軍の人もある程度の年数で母国へ帰れるんですよ。交代でこう来てる部分があって、で、まあ、基地は、ずっと縮小傾向にあるのであって、まあ、どうしても、ああいうふうに、まあ、アメリカで生活するような形になると。で、日本代表で、プロ野球の試合に出ている以上、実際世界には一人しかいないのに、アメリカでも一人いて、日本にも一人いるっていうことになってしまうんですよ。国籍を二つ持っていると。これが三重国籍、四重国籍とか、まあ、世界中を飛び回る大きな会社の会長さんだとか、そういうふうな方たちとかで、二重国籍とか三重国籍の方がいらっしゃるでしょうし、まあ、JICA とかでそういうふうな方たちとかもいらっしゃるでしょうし、まあ、それが世界中でたくさん発生して、スポーツ業界の、発展等にもよって、いろんな国で、まあ、さまざまなスポーツが、される人たちが増えて、プロ化していったりとかして、それで複数の国籍、特に陸続きの国なんかもうものすごく多いと思いますよ。日本は海洋国家だからまだある程度の人数で収まってますけども、これ陸続きでね、例えばすぐ近くがね、隣国だったら、やっぱり仕事云々とかで往来とかあるでしょうし、二重国籍、パスポートとか、そういったところで二重国籍になっていた方が通過しやすいだとか、まあそういうふうな部分とかあって、人口表記がこれだけめちゃくちゃになったんだと思います。だからヨーロッパという国で見たときに、フランスとイギリス、スペイン、ポルトガル、これらの、本当に住んでいる、そこに、国境内に住んでいる方、全員足して1億人ぐらいじゃないですか。だから世の中本当はそんなものだから、だからあんまりそのエネルギーの残存量問題につ
ついて、深く意識持っていただくっていうような形でね、まあ途中からその海外遠征のその G1 とかのレースに出場するときに、日本馬は出るのは一頭っていう形に、絞っておいてください。そうじゃなかったら、もう結果が出てるかはもうわかると思うんですけども、一着なれなかったりしてるでしょう。だからそれが現実ですか。一つのレースで複数の頭数が出てるのは。エネルギーの消費量は年々加速してるんですよ。実際の人口がその違うとしても、それはずっと発展途上国が先進諸国化していくことによって車を所有する人たちが増えてしまってるからなんですよ。阪神・淡路大震災が発生するまで僕は神戸市兵庫区生まれで兵庫区で育ってたんですけども、まあなかなかの都市部です。でそこはもともと駐車場なんかあんまりなかったんですよ。電車バス徒歩で生活できるところですから、もう日本中ほとんどのところはそうですよ。だけども、車を所有する人たちが増えて、駐車場が増えてしまってと。これが現実なんですよ。だからエネルギーの消費量が年々加速してるっていうのは、これが世の中の現実であって、それはさすがに販売してるから、しっかりとした数量っていうものが明確化されていて、納税しなきゃならないですから。だから、そこの数には、嘘はないと。方法のところで嘘はないと思いますよ。その消費量に関しては。もう売った量ですから。だから、石油の技術採掘可能埋蔵量が残る54年分、ガスが残る49年分、僕が、若い頃は、20歳ぐらいの頃、1998年ぐらいですね、技術的採掘可能埋蔵量、石油に関しては、69年分。まあ、2011年のデータで59年分だったんですけども、まあ、ガンダムの生みの親、原作者、富野さんが若かりし頃は残り80年って言われてたんですよ。ずっと先々までずっと掘っていくことを想定して、その数字は出されているのであって、もう、最後の最後まで石油とかガス売ってくれるかって言ったら絶対売ってくれないんですよ。もう無理。日本ごめん、もう輸出できないって言われてしまいです。ほとんどの国が大変なことになります。物流が止まって、スーパーマーケットに食料が並ばない。本当にそういう形になってくるんで、だから平地とかで、まあ、ある程度の距離とかで、まあ、腐らないものとかは、やっぱり馬車とかで運んでいただくと。まあ、こういうふうな形になってくると思います。特に田舎の方は、畑とかで、河川水門回し玉発電とかを撮影しに行ってる動画を見てもらったらわかると思うんですけども、まあ、田植えって基本的に5月ぐらいからなんですよ。で、ある程度、その草がそれまで生えてくるんですけども、そういう草を、馬とかに食べてもらって、で、まあ、馬車で、物を運んでもらったり、あんまりバスが走ってないところは、馬車で、人が、馬車に乗せてもらって移動するとか、そういうような形にしなかったら、もう自動車の生産を止めてもらわなかったら無理ですね。どう考えても。滅びます。本当に。餓死して。もともとカプコンさんのバイオハザードっていうゲームは、それ分かっていてああいう風な作り方してるんですよ。ゾンビっていうのは、もう餓死寸前の人で、皮膚とかただれてるでしょ。あれは腐った食べ物とかを食べて、ジンマシンとかが出て、皮膚をかいたりとかして、で、ああいう風な方、姿になってる。で、もう倒れかかってる。それを表現してるのがゾンビなんです。で、バイオハザード、一番最初1をプレイしたことある人だったらわかると思うんですけども、バイオハザード。タンスの中か、どっか引き出しの中のメモを見たときに、かゆい、うまい、てんてんてんって書かれてるメモがあったと思うんですけども、もうそのメモ見てもらったらわかります。最初からもうエネルギーの残存量問題ありきで、あのゲームも作られてるんですよ。まあ、その辺のところは、まあ、僕関係のところの部分もあるんですけども、まあ、話だいぶそれましたけども、スポーツ業界の方たちへのメッセージ、まあ、競馬界とスポーツ界の方たちへのメッセージとして、まあ、電波でいろいろ聞こえてくることあるかもしれませんけども、できるだけ、自制心保つような形で対応していただけたらなと思います。これ成績にも影響してくるかもしれないんですけども、正直その甘いものを食べたりとかして、試合前に、試合を行うと、
多分、クオリティは下がると思うんですけども、怒らなくはなりますね。甘いものとか、美味しいもの、アイスクリームだとか食べたら、満足感があるじゃないですか。それでね、あんまり怒りにくくなったりとかはするんですよ。まあ、天の神様への安全のお祈りは今日も、していたところなんですけども、2024年の4月29日なんですけど、まあ、今日も何事もなかったとは思うんですけども。まあ、競馬界の落馬の正確な件数だとか、何年からどうなってるっていうところのデータ、競馬界 JRA の人たちで、まあ、農林水産省の傘下ですけども、正確な、データ、教えていただけたらなと思います。それと本当にお亡くなりになられている、死亡事故の数、皆さんご対応、ご協力のほどよろしくお願いいたします。再三言うようですけども、僕の動画の、チャンネル登録と、着信通知の設定と、着信通知の設定の仕方がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あと、淡井さんの動画見た方がいいよと、チャンネル登録しておいて、着信通知の設定しておいた方がいいよということをね、お伝えしておいていただけたら助かります。特にエネルギーの残存量問題の件も含めてですね、本当にこの国、全く、物事、ほぼほぼ稼働してませんので、26年前からですよ、河川水も開始したはずで、私が提唱していたの。あと、かまど発電もそうです。薪ストーブもそうですけども。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。これがね、チャンネル登録者数の方が、1000人超えてなのか、それぐらいにならなかったら、過去365日を遡っての動画の再生時間が、3000時間とか4000時間を突破しないんですけども、それぐらいになってきたら、YouTube での、ライブの、配信ができますので、そこで、チャットを通してですね、皆さんからの意見とかコメントとかが言えた、書き込めたりできるんですよ。そこでいろいろ意見交換とかしたりだとか、実情とか話していただいたりだとか、名前を伏せたい方は伏せていただいても結構かと思うんですけども、現実的にずっと人口規模はどこの国も、少子化ですので、ほとんどの国が。だから、それ込みでね、お客さんが埋まるか埋まらないか、あと、有料番組、どれだけの、お客様がお金払って見ていただけるかっていうところの限界地点、もうこれもう見え見えなんですよ。だからもう映画館ももう、これ以上新しいものを作っちゃダメ。本当に。作ったらそれだけ石油が消費されるんですか。あと、解体費用。もう、お金もかかるけども、解体するのに石油が消費されるんですから。もう目と鼻の先ですよ。早急にいろいろ対応していただかなければならないというのがこの世の中の現状です。以上です。できるだけ私の動画を、皆さん広めていただけると助かります。この動画を見てすぐに動ける人と動けない人によってやっぱり差があると思います。動ける人はしっかりした、人ですよ。動けない人は正直しっかりしませんね。どっか他人事で誰かはどうにかしてくれる。全然そんなことないですよ。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。